はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第194回でございます。今回はテーマが子供が生まれて変わったこと。下に書いてあるんですけど、これ女子高生から相談をもらったものです。で、そのね、女子高生の子が悩む理由があるんです。あることに悩んでるんですけど、で、その悩む理由も話します。これは本人に許可をね、取ったので、で、その子が、なんと生まれて変わったことってありますか？良かったことって何ですか？っていうのをね、相談というか質問をね、くれてたので、その辺を話します。で、右下にあるんですけど、今回重い話が入ります。ちょっと重めです。なので、ちょっとそういう話はいいですって方は、ここで、ピッて止めて、ブラウザバックしてもらって、聞かないようにしてください。では、行きましょう。でですね、まず早速答え、あれか、悩む理由からいこうか。あのね、その子、高校3年生になった子だ。なった子なんだけど、彼氏さんがいらっしゃるんだよね。で、その子、彼氏さんがいて、すごい好きだよね。長く付き合ってるらしいんだけど、将来、そのね、今の彼氏さんがってわけではないんだろうけど、自分は結婚はいつかしたいんですって。でも、子供が欲しいってどうしても思えなくて、っていう悩みだったの。で、なんでかっていうと、子供は大好きなんだって、なんかね、保育士というか幼稚園の先生みたいな目指してるって、子供のね、なんか関わる仕事がしたいって言ってて、子供好きなんだけど、子供が欲しいと思えない。で、それはなぜかっていうと、自分が世話ができる自信がない。そう。っていうのと、やっぱり今、彼氏さんがいて、彼氏さんと二人でいるならやっぱ幸せだから、子供ができるとどうしても子供に時間を割かれると。で、そのね、二人っきりでいた方がいい。って思ってしまう自分がいて、で、子供好きだからさ。だから、両極端なことを言ってるでしょ、どっちかというと。子供が好きだけど、自分の子供は欲しくないみたいな。そう。で、それですごい悩んでる。なんかメールでね、その悩みが伝わってきて、その真剣な悩みなんだよね。で、もしかしたら、これで聞いてくださってれば、大人の方とか、みんなね、同世代の方とかで、いやいや、どうせ別れんだよ、みたいなね。茶化す気持ちが出てくるかもしんないけど、でも、やっぱそれは違くて、だって今のその子にとっては本気だし真剣な悩みだからさ、だからちょっとストライクゾーンが狭いというか、このテーマにね響く方はあんま多くないと思うんですけど、でもちょっと話したくって今回ね話させてもらいます。でね、自分がこう質問を受けたじゃないですか。子供が生まれて変わったことって何ですかって。で、いろんなことが変わったんだけど、そうパッて思った、その思った答えが重い話になるので、迷ったんだよね。その話、それをあえて言わずに、違う風に考えた時には、こういうことも変わったよなって思ったこともたくさんあるから、それ話せばいいかな、無難にね。済ましてもいいのかなって思ったんだけど、別にダラダラ嬢ってさ、都合よくじゃないけど、いいことを話す場所じゃないじゃん。別に好きなことを話し続けてきたし、ずっと。だから、いっかと思って。で、俺ね、みんなとあれだよ。俺だけの答えだからね。俺の答えは、子供が生まれて変わったこと何ですかって、死ぬのが怖くなりました。で、一番最初にすぐ思ったの、そのメール読んだ時に。これ意味わかんないと思うんだよね。このおっちゃん何言ってんだみたいな感じするかもしれないんだけど、そう、死ぬのが怖くなりましたね。ご存知じゃない方は多いと思いますが、初期の頃からダラダラジオを聞いてる方とか、初期の聞いたことある方はね、知ってると思うんですけど、自分もともとですね、中学の時に2年間ぐらいはいじめを受けてまして、で、そのせいでうつ病にね、ちょっとなったんですよ。うつっぽい感じね。ちょっと病名は違うんですけど。で、自殺未遂とか普通にしてたんですね。リストカットとかも普通にしてた人間なんです、もともと。はい。で、だから、死にたいっていう気持ちが強かったんです、ずっと。そうそうそう。で、いろんなことがあって、今はね、こういう子にいますけど、全然思わないけどね、そういうことはさ。で、子供できたじゃないですか。で、確かに別に大人になってからっていうか、この活動を始めてる時はもうね、うつとか全然そんなんじゃなかったんで、そういうふうに思うこともなかったですけど、死ぬってことに対しての恐怖心っていうのはそこまで強くなかったんです。で、自分持病を持ってて、そう思ってるから、長生き、その病気も、生死に関わる問題じゃないんでね、別にすぐ死ぬとかそういうことじゃないんだけど、でも悪化するとね、一生治らない、ちょっと病気を持ってるんで、死ぬっていう、その生死の死の部分を、軽視することはなくなったの、病気になってからは。そう、やっぱ大事にするようになったけど、でも子供が生まれてね、すごく怖くなった。死にたくない。もっと生きてたいって思うようになった。それはなぜかっていうと、
やっぱり子供の成長は見てたい。すごく。もともと塾講師、ね、教育に携わって子供たちの、ね、こう成長を見てきて、で塾だから、俺、うちの塾、小中高ってあったし、で今自分もね、自営でというか、自分の仕事もさ、まだ教育関係やってるから、長い付き合いの子だとさ、本当にね、10年近くね、知ってる子とかいるの。そう。別に仕事でとか、仕事が終わった状態でとかもあるんだけど、6歳だって子がもう16歳になってたりとかさ、普通にあるわけ。そう。教育10年やってるからね。で、やっぱそういう成長を見てくるじゃん。で、自分の言葉じゃないけど、やっぱり生徒とかの成長を見て、それだけでもいろんな場面で泣いてきたし、そう、子供の成長、生徒の成長を見てね、嬉しくてさ、で、そういうのをいっぱい経験してきたから、自分今息子が2人いるんだけど、1歳と4歳の子供がいて、やっぱりあいつらの、どういう風に成長していくのか、例えば、ね、まだ保育園通ってるだけだけど、小学校行って、中学行って、で、いろんなことに悩んできっと、で、いろんな反抗をされて、自分もね、お父親として反抗されたりとか、で、彼女ができて、で、まあ、いろんなことがあるんだろうなって思うわけ、これから先。で、いいことばっかじゃないし、絶対に。辛いこととか大変なこともあるだろうけど、でも、やっぱりあの二人が、もう少なくとも成人するまで、できれば結婚するまで、は、生きてたいなってすごく思う。子供の成長っていうのは、まあ自分もともと子供がすごい好きなんで、そのさっきの生徒の部分のね、その生徒の子供、生徒としての成長もそうだけど、でもやっぱりね、自分の子供っていうのは、なんつうんだろうな、もう本当言葉に表現できない思いが出てくるの。で、自分はもともと、そうだね、そんなに、なんつうのかな、なんだろう。まあ、なんでも言えないけど そういった部分があんまりない人間なのかなと思ってたの、実は。そうそうそう。でもやっぱ実際生まれて子育てっていう中では、楽しいんだよね。大変なこと多いけど、もちろんさっきのね、女の子が言ったように、自分の時間とか、例えばパートナーね、自分だったら奥さんのパートナーとの時間は減るよ。圧倒的に減る。でも減った分だけ、それとは違う価値のあるものが得られるんだよね。だからその女子高生の子、みんながみんなに当てはまるわけじゃないし、子供がいることの方がいいっていうことでもないの。これたまに議論されるんだけど、子供がいた方がいいか、いない方がいいのか、結婚した方がいいのか、しない方がいいのか、どっちでもいいんだって。それはその人の生き方があるから、どっちがいいとか俺ナンセンスだと思うもん、そんな議論することは。そう、だからどっちがいいってわけじゃないの。ただ、子供がいるっていうことを否定されるのは違うと思ってるだけで。そう。だから子供がいないっていう、そのね、夫婦だけでずっと過ごしていくっていう、パートナーとだけでずっと過ごしていくっていうことを、全然俺肯定的に思うもん。え、なんで子供いないんですかなんて、微塵も思わない。それが二人の生き方なんだから。と思ってるから。まあ、そこはちょっとね、置いといて。話は別だからさ。そう、でも、そのね、その子の悩みを聞いたときに、俺は、その子は、なんかね、いい母親になれる自信がないんですと。ちゃんと愛せるか分かんないしって書いてあったんだけど、俺ら愛せると思うよ。その子のメール、みんなにメールは見せられないからダメだけど。と思ってね。そうやって悩んでる時点でいいお母さんになる資質がある。ただ、特にお母さんの方だね。やっぱお母さんの方が子供と接する時間が多くなるから。自分は家で仕事をすることが多いから、まあ外の仕事もしてるけどさ、多いからさ、ちょっと、みんなのお父さんとかちょっと若干違うと思うんだけど、でも真面目な人ほど悩む、育児ノイローゼになりうるから、やっぱりダメなとこは、ダメだ、なんだろう、いいじゃん、そこは適当でいいじゃんっていうところはやっぱり抜かないと、力を、全て完璧にはできないっていうところは大事にしてった方がいいよ、でその子にはすごい思う。そうかな、っていうのをすごい伝えたくてね。まあ、もちろんこれ話してさ、最初に言ったように、いや俺な、何言ってんのこの人みたいなね感じに思う方も多いと思いますけど、俺の父親ね、俺親父って呼んじゃってますけど、そう、あ、親父じゃね、親父でもね、おとんだね、お母さんおとんなんだよ、うち。そう、おとんはすごい忙しい人で、朝6時とかに家出て終電で帰ってくるような仕事をしてたから、で、俺、小学校で、中学校入るまで、9時までに寝ないと怒られる家だったの。そう。だから、ほとんど平日顔合わせないんだよね。うち、俺も6時とかに起きてたけど、
あ、おはようって言った時に、あ、行ってくるわ、みたいな。あ、行ってらっしゃい、みたいな感じで、そこだけ、毎日。で、土日は、ゴルフの接待でほとんどいなかったし、毎週、仕事行ったりとかもあったからね。だから、ね、なかなか、親父とって言っちゃった、また。ほとんど、顔合わせることもなかったようなね、生活を俺はしてたんだけど、別にそれが悪いとも思わないし、寂しかったけど、今振り返れば、ね、俺たち家族を養うためにあんだけ必死に働いてくれてたわけだから、ね、やっぱ心から尊敬するし、そこは。まあちょっとね、話がずれちゃったけど、まあ、変わったことはそこが一番かな、と思います。考え方とかいろいろ変わったこともあるんだけど、多分ごちゃごちゃ話してもあれかなと思うので、一番は自分は死ぬのが怖くなったってとこだね。いっぱい、まあ、生きてたくなった。子供たちの成長を見るために、健康でちゃんと生きてたいっていうのはすごく強い。だから健康意識はだいぶ強くなったよね。すぐ体調崩すけどまだ、食べるものを気をつけたりとか、睡眠時間気をつけたりとか、っていうのはするようになったかな。だよ。だから、まあもちろんこれがね、響く方はね、なかなか少ないと思いますけど、でも、さっきも言ったように、こういう悩みを持ってる方ほど、完璧に、真面目に、しっかりしなきゃ、いいパパ、いいママになんなきゃ、みたいな風になりがちらしいんです。結構本とか読んでると。だから、力抜くとか抜く。完璧なパパなんていないよ。完璧なママなんていないから。完璧な大人なんていない。完璧な人間なんていないんだよ。欠陥があっていいの。できないことがあっていいんだって。いい？そう。そこを大事にしていったらいいのかなと思っております。はい。では、これいいのかな？こんばんは。いいよね、こういう回があってもね。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第194回、子供が生まれて変わったことというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回、またね、何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方もまた聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。